今回は逆境とか苦境を乗り切るそのリーダーの在り方ということに関してお伝えをしてみたいと思うんですね。第1話ですね、苦境を乗り切る応援歌を持てということをお伝えしたいと思いますね。やっぱり自分の心を励ます応援歌、応援歌というのは本当の応援歌ではなくて、なんかそこにふさわしい、その詩とかありますね。その相田みちおさんの人間だものという中から、その壁に座右の銘として飾っておられる方もありますけども、そういう意味で論語の中からでも結構ですし、仏教書の中からでも結構ですから、自分を励ますようなその言葉というのを自分で選んでですね、たくさん持っていて、その状況の中で今日はこれとこれというように、絶えず自分の心を励ます応援歌を持つということが重要だというように思います。それから第2点目は、逆境への慣れ親しみというのがありますね。それによって自己の限界が押し上がりますから、厳しい難局を乗り越えると、いくつも逆境を越えた時ですね、その逆境というものが当たり前になってまいりますから、逆境に慣れ親しむということが重要だということですね。過去のその大変な苦しみに比べたら、これなんか平気だよということになる可能性もあります。私が山で修行した時、ある若い経営者の息子さんをお預かりした時なんですが、最初そのご案内した時、先生この後は行くんですか、また大木が倒れてますみたいな。でやっぱりそれを幾日も繰り返しているうちに彼も慣れてきてですね、あまりわわわめき散らすこともなくなりましたですよね。私も山にこもった時はすごい雨でですね、もう大変な目に遭ったんですが、17日間こもっているうちにですね、それが何回か繰り返されてくると、あとはもうその大変さに慣れてきますからね、割合平穏になる日々を暮らすことができました。そういう意味では逆境に慣れ親しむということが重要であるというように思います。そして、次はですね、厳しい状況下で決して焦ってはならないと、人生の目的とか当面の目的を考えようということであります。どうしてもその厳しい状況下にガーッと置かれますと焦ってまいりますよね。焦ってその目先の手段にガーッと行きまして、心を乱れたりするんですけども、今皆さんがやっていることは手段としてのプロセスであります。目的があって手段として、今のプロセスをやって、それが逆境に見舞われるということで、手段が逆境に見舞われているわけでありまして、一体そのことをやっている目的は何だろうかと絶えず考えてですね、その目的と手段との関連の中で逆境を乗り切るということもあります。逆境に学んでいくということもありまして、今のことを冷静に考えた時、天は一体それから何を学べと言ってあなたに逆境を与えてるんだろうか、自分自身に逆境を与えてるんだろうか、何に気づかせようとしているかということを考えていくということですね。でその逆境から学んだものをまた次の人生に生かしていけばいいわけでありますから、目的を見失わないようにしてですね、絶えず逆境に向かっていくということが重要だと思います。次に、逆境気候に立たされたところの心の安らぎを持つ術というものを持っておく必要があると思います。まず逆境に行きますと、必ず焦りますから、まず落ち着いて少し横を見ると、逆境ばっかし見てると焦りますから、横のものをいろいろ見てですね、自分の気持ちを他にそらしていくということも重要ですね。そして時には時間を稼ぎ、心を強くして魂を整えてから再び冷静に挑むということも重要になってくるのでありましょう。私なんかも山の中ですから、すごい豪雨になったり、すごい風があったりしますね。でその時焦ってもしょうがないから、しばらく瞑想したりですね、気持ちを他にずらして、それでその雨なり豪雨が、なり、止んだところでまた再び、ぼちぼちとこう出ていくということもありました。そういう意味ではですね、そんな瞬間時間を持つということが重要だというふうに思います。逆境や厳しさをチャンスとするというのが次に訴えたいことであります。苦境の中に当たってはちょっと一歩引いてですね、
その気候をチャンスとして一歩引いて自分を見てみると、その状況の中から静かに学んでいくと、そのチャンスであると、学んだり自己を成長させるチャンスであるということを考えることが重要だと思います。再三言うように、やはり試練というのは天がですね与えたものでありますから、天は自分に一体何を気づかせ、何を学ばせようとしているのかというような振り返りをするということが重要になってくると思います。次にですね、迫り来る環境に心を左右されないと、そのぶれない心を持つということですけども、本当に仕事の中でもまさに暴風があったり、それから強風が吹く、まあ、私は実際に自然の中の暴風強風の中で、17日間暮らしておったわけですけども、それにひるまない、その真っ暗闇にもひるまないという、そのいろいろな状況が出てきますと、周辺の人たちはそういう悲鳴を上げたりしますね。うわーとかたーっと大変だと。でそういう悲鳴や周りの人たちの声にですね、心をぶらされないということが重要であります。そのためには腹を今日頃から作っておいてですね、その腹を添えてですね、その自己の思いをぶらさずに自己の思いに沿って前進するということであります。まさに宮沢賢治の言うように、雨にも負けず風にも負けずと、その嵐に負けない気持ちを持っておくということがあります。逆境こそが自分の魂を修練するチャンスであるというように捉えます。以上です。